スキピニ好きって言われるかもしれへんで。めちゃくちゃ簡単なラングドシャの作り方、いくで。すべて卵白に分量を合わせるだけ。1ボウルにバター入れて、粉糖を3回に分けて混ぜ混ぜ。ここでベーキングパウダー、なかったらなしでも合計2分割りしてきたら、卵白を2回に分けて入れよう。この時ちょっと分離するけど、混ぜてたらいい感じになるよ。バニラエッセンス投入、混ぜ混ぜ。酸と麦粉とアーモンドプードル、ふるいながら入れるで。ミックス、トゥゲザーしろよ。混ぜすぎないでね。4ゴムベラで混ぜ混ぜして、ドトッと落ちる硬さにするんやで。コップに絞り袋をセット。絞り袋の先を1センチメートルほど切るんやで。先から漏れないようにゴリってコップにセット。生地を絞り袋に飛ば。オーブンは170度で予熱開始。直径2センチか3センチに絞るんやで。あんまり大きいとくっつくから間開けてね。天板の底をパンパン叩いて生地を平らにしなさいよ。それではオーブンへ行ってらっしゃい。予熱してるから170度で焼こう。焦げるから様子見てね。なんかいい匂いに寄ってきたぞ笑い。ほら焦げたやん。できたやつにダイソーのミルクチョコ溶かしたやつ挟んでいくで。どれどれ、俺が見てやるわ。おお、いいやないか。バレンタインはこれでモテモテ間違いなし。知らんけど